皆さんこんにちは、城田優です。お久しぶりです、加藤和樹です。テレビファンの皆さんに投票していただき、我々も出演していた氷堤戦が選ばれました、うん、ありがとうございます、うん、そして、その氷堤戦の配信開始が10月の7日の21時に決定しました。10月7日といえば、はい、加藤和樹くんの誕生日、はい、そして、私が演じていた手塚国光の誕生日、いやこんな、ね、日に、はい、めでたいですね。そんな日に配信が開始されるということで、はい、どうですか、この氷堤戦の何か思い出というか。いやもう思い出、ミュージカルデビューですもんね。そうですね、もうあれが初舞台だったので、うん、もう思い出はもうありすぎて、もうどれを言ったらいいかもう分かんないぐらいですけど、全部印象に残っている、ね、三幕構成のスペクタクルな作品、ね、でもね、2人の出会いにもなった作品なので、はいはい、かけがえのない作品、ぜひ今の我々とは違うフレッシュで、はい、ね、ピカピカしてる、キラッキラな2人が見れます、まあ、他にも本当に魅力的なキャスト、はい、そして楽曲などたくさん出てきます。ぜひ配信お楽しみください。それでは配信までお楽しみに。